橋の一大橋の田元、大場の石大橋は、島根県道261号幌町、西玉町線上にある大橋川に架かる橋で、日本百名橋に選ばれた。松江大橋とも呼ばれる。今日ある橋は17代目にあたり、そのデザインは内藤信が関わっている。1935年着工、1937年、春工。 工事中の1936年9月、この橋の現場監督である島根県議士の深田清氏が橋脚系村内への落下物で事故死したことを追悼し、彼の胸像が第二橋脚に埋められている。また、初代の橋においては、源介の人柱伝説があり、橋の南詰めには二人の記念碑がある。大仙寺演技によると、 南北朝時代には当地に白方橋という橋がかかっていたとされる。関ヶ原の戦いの頃には、カラカラ橋という竹の橋がかかっていた。1607年、堀尾義春が松江城建築のために架橋工事を始め、翌年、初代にあたる153メートルの木の橋が完成する。北の末継と南の白方の間にある唯一の橋として使われ、 他の所属の船は、南詰めの都会場で、必ず荷物を下ろさなければならなかった。京国ただたが掛け替えた後、三代目には玄明、四代目には玉台、五代目には伝代と名付けられた。十四代目では、正式名においても、大橋となり、小泉役もは、毒を持たないムカデのよう、知られざる、日本の面影と表現した。十五代目では、 近代的な鉄製トラス橋となり、16代目、完成の翌年、橋の北詰めにはこの地方では、初となる、電信局が開設された。そして、1937年に今日ある橋が架けられた。ありがとうございます。